おはモーニング。もう全然寝れなくて、気づいたらほぼ朝方になってました。いやね、最近寝つけない理由がね、ほんとなんか寒さなんですよね。寒いからさ、暖房入れるともう乾燥しすぎて、なんだろう、めちゃくちゃ酒飲んで寝た後の乾燥と同じくらいになるんだよね、カッピカッピに。これね、加湿器も置いてるんだけど全然効かなくて、もう一個枕元にもね置いてるっていう感じです。高校の頃はこたつですごい快眠だったんで、こたつならいけると思ったんだけど、こたつもダメだったんだよね。もう体がサハラ砂漠になっちゃって、本当にクロコダイルにやられたルフィにさ、かといって厚着してもなんかね、もわもわしてもコンコして寝づらいんですよ。助けてください。だからもう猫を抱き枕に最近は夜をしのいでます。最近とにかく寒さと乾燥による悪夢続きで寝不足な坂村です。みんなどうやって寒さ対策してる？暖房つけると空気がよどんで悪夢だし、加湿器つけるとサウナになって悪夢だし、こたつで寝ると全身サハラ砂漠になって悪夢だし、電気毛布つけると布団全部蹴散らして表面極寒で悪夢になるの。だから完全に昼夜逆転してしまったよ。寝る前にファミレスで実質晩酌してきます。ガストのおつまみ値下げされてる？このご時世に値下げってすごすぎない？200円から頼めてポテトの量も調整できるの、ありがたい。アルコールまで値下げしてるんだけど、もうこのまま無料になっちゃうんじゃないの？ハッピーアワーもいいけれど、ちょい飲みセットで今日もお疲れ様でした。まだ寝ていないので、これは夜の延長線上、夜はハイボールで控えめに行きます。乾杯。グビグビっと、おいしい。ポテトに明太マヨソースも助かりますぜ。このまま永遠に飲み続けて眠りたくない。今日の悪夢なんてとんでもなかった。私の中でまだお好み焼きブーム続いていたんだけど、なかなか寝つけなくて、お好み焼きしてるビデオを見返してたの。そしたら夢にまでお好み焼き出てきたんだ。これだけ聞くと幸せそうな夢に思うかもしれないけど、違うんよ。死刑囚はお好み焼きにされる制度に変わった日本で、体がお好み焼きに改造されて、ソースとかマヨとか、なんなら鰹節もかかっていて、凱旋者で鉄板に焼かれたまま公開処刑になる夢だったの。プライバシーのために何をしてお好み焼きにされたかは伏せられているんだけど、それをみんな平然とした顔で食べていて、この国は狂ってやがるって胃もたれしておきました。しばらくお好み焼きはいいかな。夜は麺をすすって生きていこうと思います。そして出会ってしまいました、ガストのデカ盛り二郎に。その名もガストロー。丼の重量がとんでもないので腕が折れるかと思った。つけ麺タイプで濃厚魚介の香りが空中を泳いでいる。そして麺がまさかのうどん。重量の正体こいつか。うどんの釣り糸を垂らして魚介スープを一気に釣り上げます。ズルポズルポ、おしー。想像以上にガッ釣りすぎる。お昼に軽い気持ちで食べちゃダメなやつだ。つけ汁がかなり濃いめなので、うどんで米3杯いけちゃうって。野菜もたっぷりなのでサラダうどんって認識でいいですか？うどんで喉越しもいいので、風邪ひいた時にこれ出されたらいいかもね。寝る前にこんなの食べて余計寝つき悪くなるんじゃと一抹の不安が胸をよぎるけど、ラーメン食べたら腹筋6回すれば大丈夫ってどこかで聞いたことあるので信じるよ。最近家の近くに丸亀製麺があることに気づいてよく行くんだ。だけど食べ終わった後、毎度とんでもなく眠くなるんだよね。だからうどんって優しそうな顔してチュロルンと喉を通り抜けた瞬間に助走つけて脳みそぶん殴りに来てるのかなって思っていたんだけど、どうやら違ったっぽい。野菜だから大丈夫だよねと野菜かき揚げをいつも 2,3 個食べていたのが原因の予感。あれ一つ659カロリーあるらしい。さすがにカロリー流しこらぼってる、できないって。僕たちか弱いです感出してる野菜なのに、脂質脅威の54超えでびっくりした。ドカ食い気絶部に入ってる自分でもさすがに驚きました。みんなも野菜だからうどんだからって軽く見てると痛い目見るから気をつけてね。私ってほんとバカ。ガスロがこんなに化け物って知らずに富士山大盛りミートソースまで頼んでたんだ。でもちょっと安心した。富士山って書いてあるけれど、自己紹介プロフ身長持ったよね。多分高尾さんくらいだと思うんだ。粉チーズがたっぷりかかった部分をくるっと巻き取り、パクッと食べて気づかされる有り余る肉。そしてむっちりとしたスパゲッティ。もしかしたら麺の重みに耐えられずに身長が縮んでいったのかもしれない。人間と同じようにパスタも縮んでいく人生の儚さよ。さすがのデカ盛り。ワンワン物語に出てくる2匹の犬たちのように端と端2人で加えて協力して食べ進めたいところ。最終的にはキスなんかしちゃってさ。でもね、インスタでワンコの耳カップルでつけちゃって、パークで売ってるミートボールスパゲッティをワンワン物語食べしてる動画が流れて
きたの。最初は微笑ましいなぁ、ピエンさんとヒモビーさんもやってたっけなぁって思い出していたけれど、周囲の目、二人だけの世界、あれなかなかの強メンタルないとできないから、鋼のメンタルに私もなりたい。唐突に現れるキャベツ、意外とシャキシャキ味変になって救済システム、実質これもパスタサラダって認識であっていますか。お腹いっぱいになればなるほどデザート食べたくなる。助けて、本当は満腹を知っているのに空腹なふり、やめられないね。満腹中枢のバグ、誰か修理してください。デザートはガストブラックカレー本気盛りワンパクだ。大人のお子様ランチじゃん。心なしか文福のデジャブを感じてる。これ食べて帰って寝て起きたら夜でしょ。静寂に包まれた夜は好きなんだけど、一人でいるとセンチメンタルかつネガティブになりやすいから取り扱い注意しないといけない。特に一人でぼーっと天井を眺めていると過去の負の記憶が断片的に再生されるからほんと勘弁。かといって深夜から動き出す人ってあまりいないから、久しぶりにオンラインゲームでも極めてみようかな。メイプルストーリーとハマり課金勢だった時は、他愛のない会話をして一緒に冒険をする顔の知らない仲間がいたんだ。最初は一緒の刈り上げタンクトップだったのに、次第にお金の力で金髪の縦巻きツインテールにヘアアレンジしたり、キャンディーの武器を手に入れたりで貧相な見た目の私とは話してくれなくなってしまった。アバターが可愛いと人が寄ってきてチヤホヤされるんだよね。私も頑張って集めていたけど、小学生の財力には限界があったので追いつけなくて、なんだかなーと悲しい気持ちになり、途中からソロプレイに切り替えてなんとなくそのままやめてしまった。彼氏を寝とげで寝取られた主人公が、そのネトゲで偶然出会った顔面国宝山田くんとレベル999の恋をするみたいな展開はなかったな。ソードアートオンラインのキリトくんの気持ちが少し分かったかもしれない。ガストはレベルの高い合格点をオールウェイズ出してくれて、もう何も言い残すことはありません。ごちそうさまでした。帰宅後、ただいま戻りました。そういえば今年注文していたクリスマスツリーがようやく届きました。押し入れから大きいツリーを引っ張り出して飾るのは大変なので卓上サイズにしました。なんだろう、ちょっと怖いね。酒飲みすぎたクリスマスツリーってことで OK？ 街はイルミネーション、君はイリュージョン、天使のような微笑みを見せてくれる猫たちがいるので寂しくないね。というか、あと1ヶ月くらいで1年終わるの早すぎない？終わってないことだらけ。誰か丈太郎を見かけたら時を止めてと頼んでくれませんか？そんなこと願っても無駄無駄か。せめて明日はいつもより少しいい目覚めになるといいな。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。ガストの本気見させていただきましたね。本当にデカ盛りなので、一見メニューだけ見たら軽い気持ちで注文しようかなってファミレスだし思っちゃうんですけど、本当気をつけてください。うどん食べてたらまた福岡に行ってスケさんうどんのあのごぼうの天ぷらシャクッと食べつつビールグイって飲みたいなって思っても、ずっと福岡行きたい欲が止まりません。ほんじゃバイバイ。